祠みたいになるんですよ。その奥にね、もうお地蔵さんがね、顔がね、隠れてるんです。こなしの井戸。あ、叙勲の碑があるんですよね。ここで亡くなった。はい、やってきました。今日のスピチューブ。玉野市にある、常山城というね、お城に、ね、行こうかと思うんですけど、まあ、このね、常山城っていうところにね、お姫様がいて、そのお姫様がね、自害するよりかは戦った方がいいみたいな感じで、その攻め入ってきたね、敵軍とね、戦って死んだというようなストーリーがあって、たまにね、その、幽霊が出てくると、姫の幽霊が出てくるという噂がね、後を絶たないということで、今日はね、行ってきたんですけど、まあ、心霊というよりかは、どういう場所なんだっていうのをね、ちょっと見てみようかなと思って、今日は来ました。それでは、スピチューブ、始まります。今度ね、あれは通るらしいんですけどね。あ、イノシシが出るらしいんで、防護柵をね、やっとるみたいな。もうね、すでにね、ちょっと祠みたいなのがあるんですよ。その奥にね、もうお地蔵さんがね、あるんですよ。このお地蔵さんの顔がね、隠れてるんですよね。気持ち悪い。とりあえずね、これずっと行ったらなんかあるみたいなんで、これ石垣ですね。このなんか戦国時代の三丸とかそういうレベルですかね。登っていこうかなと思います。えらっ、よし、気持ち悪い。うわっ、うわっ、ね、うわっ、ちょっと走ってもこれ虫がね出てきたり、まあもちろんね、長袖半ズボンがいいですよ。僕はもうこの軽装備で来たんであれですけど、よいしょ。だいぶ、ちょっと歩きましたね。ずっとね、登ってきたんですけどね、結構ね、40分ぐらい上歩いてきたんですよね。ちょっとね、道に出てきたんですよね。道に出てきたんですよね。普通に車でも行ける感じにはなってるってことですよね。ちょっとね、道なりに行こうかな。ちょっと険しかったんで、そっちの方が多分いいかなと思うんで。うん、あ、こういう感じで道があるんですね。さらに道行けるけど、こっちに行くと。お地蔵さんがあるんですよね、なんか。結構ね、道多いですね。なんて書いてるんですかね。人の名前ですね。なんか3人ぐらいの人の名前書いてあるんですけど、もしかしたらここで討ち死にしたとか、そんなあるかもしれないですね。結構やっぱ道に沿って、このお地蔵さんというか、この道祖神というかね、めちゃめちゃ多いですね。ここの上がってきた時点でもお地蔵さんがめちゃめちゃあるんですよね。まあちょっと進んだら進むごとに、その
これ多分本堂というかね、それ車で行けるような道なんですけど、ところどころで山にね入っていけるような道があるんですよね。少ないほど結構ね、この山も急なんでね、山のその斜面というかね、急なんですよね。なんで、まあお城としてのその立地っていうのは最強だと思うんですよ。だからやっぱ激戦の中でその戦って生き延びて討ち死にして、まあ時間をかけて攻められたのがわからないですけど、はい、ですね、1時間ぐらい上に上がったんですけど、もうあと600メートルぐらいで目的地に着くんですけど、気持ち悪いな、底なしの井戸。初めて。靴がね、スポーツの、その、なんか、バスケットシューズみたいなあれなんで、なかなか、これ掘ってんの？よし、うわ、気持ち悪い。蜘蛛の巣が。これは元々の井戸っていうことだったんですね。はい、上の方までね上がってきたんですけど、あんまり見ることないような柱か観音様ですかね。けどね、もう そろそろあと300メートルぐらいで常山城なんですよね。後ろにはね電波塔みたいなのがあって、もうそろそろあれなんで、さっきのね糸なんですけどね。へえ、まあ、この辺ぐらいからが結構本格的な部分っていうわけですよね。序軍の墓とか碑があるんですね。ちょっとね、これを、ああ、腹切り岩とかあるんですね。この腹切り岩で、死んだというか、いうことですよね。これ小島富士って言われるんですね、その常山城。ねえ、まぁ、ちょっとこれ読んでくださいね。ストップして、ちょっと読んでくださいね、これ。一応戦国時代ですからね、1574年ですから、まだ関ヶ原の戦いが始まるね、全然前、ということですもんね。毛利とかそっちの。この階段が昔からある階段なんかわかんないですけど、まあ結構古い階段だね。はい。見ようかと思います。よいしょ。上に上がったんですけど、普通の原っぱな、この階段はその当時のものなんかなとか思いますね。古い感じ。まあ、この辺にねお城があって戦ったということですね。まあ上に行けば眺めがいいのかなとか思いながら登ってるんですけど、
まだまだ先なのかな。だから要は500年前ぐらいの話ですからね。500年前にはここに普通に人がいて住んでいて、普通にお城があったということで、なんですけど、一応これが北の三の丸ですかね、があった場所なんですよね。今はトイレになってますけど、はい、行ってみますね。この道がいいんですけど、さらに登る感じですね。複雑ですね。やっぱそんなにそのストレートに行くのかなと思いきや、曲がって登るという。ほう、これは合戦なんだ。ここに何かがある。あ、序軍の日があるんですよね。ここで亡くなった、ね、妻鶴姫以下34人の侍女たちはということなんで、この数が序軍というか、ここで亡くなった女の、武士というか、ことですよね。あ、落城400年に建てたっていう、あれですね。もうね、それから500年、もう、500年ですからね。はい。ラストスパートの、とこだと思うんですけどね。このね、上が、なんか、話によれば、まあ、本丸があって、そこで、腹切りをしたという、一体があるんですけど、ちょっとこれからね、ラストスパートの、本丸に向かって、歩きますね。もうね、すごいジメジメしてて、汗だくなんですけどね。なんか結構、すっきりな感じなんですよね。はい。やっぱ神聖なね、スポットなのかなとか思いながら。よいしょ。登ってきてます。おー。上がりました。はい。来ました。咲いてんすよね、花がね、綺麗に。思ったよりパワースポットな、見てください、この一面にね、綺麗なお花が咲いて、このなんかそんなに邪魔な木がないというか、まあ手入れされてると思うんですけど、綺麗ですね。その奥にカラキリのね、来たのかな、この辺にあるみたいですけど、これは違うかな。眺めいいんでね、最後はやっぱ眺めいいところってなりますよね。あー、なるほど、ここか。あー、なるほどね、ここですか。あー、ここですか。まあでもこの辺ってことだよね、この。ああ、なるほどね。まあ多分これをね、眺めて、最後亡くなられたんかなと。おそらくこの辺ね。うん。ああ、綺麗だな、これ。ちょっと曇ってますけど。今日はちょっと霧がね、かかってて。でも、晴れの日だったら、綺麗なのかなと思うんですけど。ちょっと悲しいですね。いろんな意味で。いや、初めて来たんですけどね、なんかね、いいというか、なんかすっきりですね。まあもちろんその車でこの上まで登ることはできるんですけど、まあ登った感じで多分徒歩で下から行くのはちょっと危ないかもしれないですね。道がちょっとできてないんで、
崩れてたりしとんで、どちらかというとその車道の方を通って登った方がいいかなと思います。はい、まあ大体登っ4時間ぐらいですかね、これ4時間ぐらいですね、登って。はい、いうわけでね、玉野市のね、その観光 PR かな、そういうのでもこの常山城がモデルになってたりとかするんで、ぜひね、行ってみてください。結構ね、歴史的な場所でもあったり、岡山にこういうとこがあったんだ、あるんだみたいな、あるのかみたいな感じで行くのもいいと思うし、多分心霊スポットとかそういうのは多分ないと思います、これ絶対。なんかね、まあ山自体がまあ不気味なんでね、どこ行ってもね、まあ、そういうのでいろいろあったりするかもしれないですけど、結構なんですかね、パワースポットな感じがするんですよね。はい、いうわけでね、今日はねこんな感じでね終わろうかと思います。それではまた YouTube よろしくお願いします。それではまた。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。